って曲の速さが変わります。ゆっくり回すと、島沙織さんのこっちに並んでください。手間を処分を触ってみたい人はこっちに並んでください。でも触った後どっちの楽器にも、そう、名前とサインとかも書いてくれたら嬉しいです。そうですね、今日ここで一応再生おい、ちょっと見て。
心に響くような演奏を弾きたいです。本日は本当にありがとうございました。こんにちは、アリチラス1番。